それでは、えー、次に本日のキーノートスピーチに移らせていただきますまずはじめに第4次産業革命への対応と題しまして経済産業省製造産業局長勝谷俊秀様にご講演いただきます勝谷様よろしくお願いいたします おはようございます第4次産業革命蒸気機関電気エネルギーコンピューターによってもたらされた過去3回の産業革命に続く革命が静かに始まっています今回の革命をもたらしているのは IoT モノのインターネット人工知能ビッグデータ解析などの新たな技術によるデジタル化です 物や情報がインターネットを通じてつながり互いにリアルタイムで情報をやり取りし逐一人が指示をしなくても自律的に機能しシステム全体の効率を高めたり新たな製品サービスを創出することができることが期待できてされています一夜にして統治の在り方が変わる政治革命と異なり産業の革命は静かに しししかし着実に進行いたします日々の変化はわずかですが将来振り返ってみると大きな変化が生じているはずです静かにしかし大きな変化が時間をかけて生じているのは日本の社会も同じです日本では出生率が下がり高齢化が進み人口が減少しています人口の減少は 消費の減少という需要面の制約を引き起こします生産年齢人口は人口の減少を上回るスピードで進むため労働者が不足し供給面での制約も招きますこれら人口減少に伴う需要面供給面の制約が中長期的な成長のくびきとなることが懸念をされます こうした社会的課題に対しては抜本的な少子化対策を講じていくことが必要ですが結果が出るには時間がかかります当面は生産性を高め一人当たりの付加価値を増やすことにより人口が減る中でも経済成長が達成できるようにする必要があります第四次産業革命のもと、IoT やビッグデータ人工知能の 新たな技術を活用することで製造現場の生産効率を飛躍的に向上させることが可能になります革新的なサービス製品を開発し市場を拡大することが可能になります第四次産業革命は一人当たりの付加価値を飛躍的に高めることを可能にしますこれは人口減少という日本,が抱え日本が抱える 社会的課題の解決のために必要不可欠であります第四次産業革命への対応は海外の競争相手への対抗のためにだけ必要なのではなく我が国自らの課題の解決のために必要不可欠であります <laughs> 我が国の産業特に製造業の強みはその現場力にあります技術者の高い技能水準と それが可能とする日々の改善、ロボットなどを駆使した自動化などは製造技術を高度化し生産性を着実に向上させてきました他方でこうした現場の強みや技術が市場で評価される価値を生み出さず利益につながらないつまり稼ぐ力となっていないという指摘があります現場の強みに依存しすぎる結果 生産性向上には熱心に取り組むけれども利益を生むビジネスモデルに考えが及んでいない企業が多いとも言われます第四次産業革命については日本でもこの1年で広く知られるようになりましたその結果笑えない事態も起きています社長から我が社も第四次産業革命 IoTBD ビッグデータ人工知能に対応せよと指示されたけれどもどうしたらいいでしょうかと相談にされる方が増えているのです第4次産業革命をもたらす新しい技術 IoT やビッグデータ AI などはあくまで手段であります実現したい目的があって初めてこうした技術を活用する意味があります目的も明確でなく仕事のやり方も変えないまま 新しい技術を導入してもコストが増えるだけであります第四次産業革命で海外の企業がこれら新たな技術を使って実現しようとしているのは経営の課題そのものです生産性向上市場ニーズへの対応新たな収益源の創出こうした経営課題を解決しようとしているのです第四次産業革命は このように経営をしているすべての企業。規模の大小を問わず、すべての企業に関係するものであります。経営課題への対応ですから。経営トップの意思や方針なしに検討を進めることはありえません。第四次産業革命の対応は。技術や I. T. の担当者に任せる話ではなく。経営そのものとして。トップ自らが。考える考えるべきものであります。 第4次産業革命の対応はすでに十分やっているよという話も、えー、よく聞きます確かにある工場内の状況を見える化できているとか日々改善して生産性を高めているというのは事実でありましょうしかし新しい技術を活用することでさらに付加価値が高められるのではないかと考えます具体的にには第一に 工場と工場をつなげることでさらに生産性を上げられるのではないか。第二に製造現場と他の部門をつなげることでさらに無駄を省けるのではないか。第三にマーケットとつなげることで市場,に市場のニーズに応えた新たな価値が提供できるようになるのではないか。第四にサプライヤーとつながることで新たな価値が生み,出せる生み出せるのではないか。こうしたことを考え 実行に移す必要がありますドイツや米国をはじめ海外の企業は新たな技術を活用した新たなモデルを見出そうとしのぎを削っていますその中からチャンピオン企業が生まれデファクトデジュールのグローバルスタンダードが決まっていきます日本企業も試行錯誤を行い先行事例を積極的に作り出すのでなければ 国際的な動きに乗り遅れます傍観するだけでなく自ら動いていくことが必要でありますさまざまな形でつながり協業ともに働くことでどこに価値が眠っているのかが明らかになりやるべきことが見えてくるはずです日本の強い現場には価値のあるデータ情報がありますデータを共有すると 競争力を失うという不安が他の会社とつながり協業することを妨げています他方でいくら価値あるデータであっても活用できなければ全く無価値でありますブラックボックス化するなど自らの強みを守る手立てを講じた上でデータの共有や活用を進める必要があります 第4次産業革命への対応を進めるため日本でも産官学を巻き込んだ体制を構築してきました第1に、ロボット革命イニシアティブ協議会です。我が国が得意とするロボット産業を確に我が国の製造業をさらに強化していくため国会イニシアティブであるロボット新戦略の推進母体として去年の5月に発足をいたしました。 ロボットの利活用を進めたり研究開発を進めることに加えて IoT などの新たな技術により製造業のビジネスモデルを変革を促す活動を行っています300を超える参加メンバーが製造業がつながり合い協業し生産性の向上や新たな付加価値を生み出すために ユースケースという取り組みモデルの創出に取り組みを始めています協議会のワーキンググループで昨年の夏以降行った検討では IoT などの技術の導入は大企業は自ら対応できるかもしれないけれども中小企業には難しいとという声が多く出されましたこのため中小中堅企業に関するチームえ幹事会を 先月、新たに立ち上げました。中小企業が IoT などの技術を活用して、経営の解決策を実行できる環境を作るため、ボトルネックを抽出し、取るべきアクションをまとめていきます。ロボット革命イニシアティブ協議会は、ドイツのインダストリー4.0プラットフォームや、米国のインダストリアルインターネットコンソーシアムなど、 各国の組織との交流の窓口としても機能していきます日本の体制のもう一つはこの絵の下にある IoT 推進ラボです産学館で構成する組織で社会の幅広い分野について IoT を活用した新たなビジネスモデルの創出を促進します製造業だけでなく モビリティ・自動走行や医療、健康、エネルギー、農業、金融、観光、インフラなど幅広い分野について企業間のマッチングや先進的な取り組みへの資金支援必要な規制改革などを進めていきますロボット革命イニシアティブ協議会と IoT 推進ラボ組織が2つ分かれていることが分かりにくいとしばしば言われることがあります。 ロボット革命イニシアティブ協議会は主に製造業を対象に実証事業を通じたユースケースの創出を担います IoT 推進ラボは社会の幅広い分野を対象に分野横断的に進めることが効果的な取り組みを進めます具体的には企業間のマッチング資金支援規制改革などです 二つの組織のメンバーは多くが共通していますまたいずれも日本政府経済産業省がコミットしており両者の活動が十分連携の取れたものとなるよう橋渡しをします組織が二つあることで製造業の皆さんがお困りにならないよう責任を持って対応してまいりますこのスライドの右側の IVI インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブはこれら2つの組織に先行して活動を始められました西岡先生を理事長とし産・学で構成される民間の組織で製造業がつながり合い協業し生産性の向上や新たな付加価値を生み出すためユースケースの創出に取り組んでおられます IVI の先導的な取り組みは 我が国の現場の強みを生かしたユースケースのいち早い創出につながるものをものと期待をしております。日本政府としては。我が国製造業の第四次産業革命への対応を円滑なものとするため。さまざまな施策を講じていきます。第一にユースケースを自ら作り出そうとする意欲的な製造企業を応援してまいります。 4月から始まる新しい年度の予算にも、そのための費用を計上しています。第二に、規制や制度の改革です。今後、ユースケースの実証を進める中で、規制制度改革が必要だということが判明すれば、スピーディーに取り組んでまいります。第三のセキュリティについても同様であります。ユースケースの実証を進める中で、 必要だと判明したセキュリティ対策に取り組んでいきます第4に国際標準化であります我が国での活動状況を踏まえ IEC や ISO で議論されている国際標準化にも貢献したいと考えています第5に中小企業の第4次産業革命への対応です具体的には IoT などの新たな技術の導入を支援いたします先ほど申し上げたように中小企業が IoT を活用しやすい環境づくりを進めるためのチームが新たに立ち上がりましたここでの検討を踏まえ具体的な施策をまとめていきます第六に人材育成です我が国は人口当たりの IT 人材の数が少ないのに加えて アメリカなどと比べてユーザー企業にいる IT 人材の比率が少ないということが課題であります政府の中でも IT や AI が存在感を増す中での人材の在り方について議論を始めました政策的には主に3つの対応第一に教育や人材育成の在り方の変革第二に労働市場や雇用制度の変革 第三に多様な労働参画の促進といった対応が必要と考えております今後施策の具体化を進めていきます最後に海外の諸外国との連携について、えー、申し上げます第四次産業革命はつながり協業することで生産性を高め新たな付加価値を生み出すことを可能にします競争力の元となる自分の強みを 維持強化しながらも協調を進めることでスピーディーかつ低いコストでの課題解決ができるようになります第四次産業革命への対応を進める上でも同じことが言えます自らの強みは強化しながらも共通する課題を諸外国と共有し一緒に解決することができればよりスピーディーな対応ができるはずですこのため 官民のさまざまなチャネルを通じ、情報交換や共同プロジェクトを実施するなど。国際協力、連携を深めることが必要と考えています。本日のシンポジウムも、こうした取り組みの一環です。我が国に先んじて、第四次産業革命への対応を始めた。ドイツやアメリカ、そしてイタリアをはじめとする海外の政府。 企業、大学から有識者の方々の参加を得て、えー、このシンポジウムを開催させていただいております今日のシンポジウムが参加された皆様にとって新たなつながりや協業の機会をもたらす有意義な場となりますことをあの期待をしておりますありがとうございます勝谷様ありがとうございました